京ドームでベルト奪還。いやー、 2.5 札幌では世を下し初防衛に成功した。 IWGP ジュニアヘビー級王者高橋ヒロム、その王者に対し挑戦状を送りつけてきたのが、挑戦者リオラッシュ。 And I promise you that I will do what my partner Yo was unsuccessful in doing, and that's beat you and gain the holy grail of junior wrestling。新日本プロレスアメリカ大会でその実力を知らしめ、リオラッシュが石森を破りました。初出場となった昨年のスーパージュニアタッグリーグではパートナーのヨウと息の合ったコンビネーションで初優勝を成し遂げた。そして今宵、新日ジュニアシングルの至宝へ挑む。すげー、スイッチ入ったぜリオラッシュ。最高に楽しいじゃん、ワクワクするよ。あー、潰したくて仕方ねー。 Because you know what? You are the best. But it's time for the best to be dethroned. It's time for the best to be renamed. That crown, it's mine.友の敵は俺が取る。狙うは初挑戦で初体感。ジュニア最強はこの俺だ。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者リオラッシュ VS 王者高橋ヒロム。